こんにちは、33歳サラリーマンです。今回は2ヶ月ちょっと前に1400ボトルでマット交換したネプチューンオカブトのマット交換と体重測定の動画になります。今回はね、押すだけになります。早速1投目のマット交換をしていきます。で、今回からオスは2300ボトルに入ってもらいます。メスは、動画外でね、交換してあります。今回はボトルを大きくしていくので、2300ボトルにハワイアンビートルの J02 をあらかじめ入れておいて、そこに幼虫入れて元いたマットもボトルに詰めていくっていう作業になりますね。動画上だとちょっと影になっちゃって見えづらかったんですけど、オスの模様というか点みたいなのもあるし、それなりに大きいので、まあオスだろうなとは思います。最近花粉症で両鼻詰まってたりして、呼吸音がちょっとうるさかったりしたらすいません。この子の体重は 78.7g でした。で、前回 61.9g だったので 17g 混ざりましたね。 17g くらい成長してますね。元いたマットも入れていってます。元いたマットを入れていくのは、元いたマットにいるバクテリアが分解を手伝ってくれると言われているので、で、コバエだったりね、線虫が爆開きして劣悪なものになってなければ、消化の手伝いになるっていうところで入れていってます。で、今回交換していくというか、ネプチューンはですね、大体温度20度か20度以下ぐらいになっているところに置いてます。2投目からは作業似たようなもんなので、2倍速でお送りします。体重が軽い順に交換していくつもりだったんですけど、1投目より2投目の子の方がちょっと軽かったです。で、この後はね、体重順に作業をしていきます。2投目の子は 75.8g、 さっきの子よりも前回体重も今回体重も小さかったです。で、この子前回体重が 61.7g だったので、成長はね、14g くらい成長ですね。さっきの子は 17g くらい大きくなってたので、まあ30じゃないですね、3g くらい遅れてるかなって感じですね。今回の子たち、採卵してから9から10ヶ月、孵化してから7から8ヶ月ちょっとぐらいって感じの子たちですね。ネプチューンオカブト、低温管理が必要だったり、幼虫期間が2年以上かかるので、哺乳悩む人多いと思います。でもね、頭部、胸部から両方とも長い角が伸びて、あと横のね、2本の角もピンとかっこいいので、めちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。で、3頭目の子、体重 86.2g でした。で、前回体重が 70g だったので、16g くらい成長してますね。この子たちは採卵してから9から10ヶ月くらい、孵化してから7から8ヶ月ちょっとっていう感じの子たちです。大型のカブトムシのね、幼虫のでかいうんこまみれの感じ好きなんですけど、ネプチューン、ヘラクレスと比べると低温でゆっくりな成長のためかね、ヘラクレスほどのうんこの感動はまあないかなって感じですかね。まあそれにしてもうんこでっかいですけどね。まああんまりうんこまみれにしちゃって餌なくなっちゃってもよくないんですけどね。4頭目の子は 85.6g だったので、3頭目の子よりもね、ちょっとだけちっちゃかったですね。で、前回体重がこの子は 73.4g だったので、成長は 12g ぐらいですね。今うちには幼虫39頭くらいいてっていう感じですね。次のマット交換は3ヶ月後くらいにできたらいいなと思ってます。まあ、ただすぐ成長具合確認したくなっちゃうので待ちたいなと思うんですけど、あんまり触りすぎるの良くないと思うので。5頭目の子は 90g でした。さっきの子よりもっていうか一番でかいですね。前回体重が 76.4g だったので、成長は 14g くらいです。今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。最後にね、一番大きい幼虫出てきてくれて嬉しかったですね。次回 100g 超えてくれる子もね、出てきてくれそうな気がしますね。で、まだ交換してないオスのマット交換とか
まあ、ちょくちょくねオスのマット交換動画出していく予定ですので、よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。